南部地域は、ブラジル南部の地域。2016年の人口は2943万9773人で、全国の14.3%を占め、5地域中3位。サンタカタリーナ州、パラナ州、南大ガ州の3州からなる。最大都市はクリチバ。人口は2016年7月1日の値。人口30万人以上の都市は、以下の11都市。 クリチバ、189万4000人。ポルトアレグレ、148万1020人。ジョインビレ、55万370人。ロンドリーナ、53万9000人。カシアスドスル、46万1460人。フロリアノーポリス、45万9700人。マリンガ、39万5810人。カノアス、34万2630人。ポンタグロッサ。 三十三万三千六百人、ブルメナウ、三十二万七千八百八十人、ペロタス、三十二万五百三十人、繁遊牧民の先住民が、狩猟採集社会を営んでいた。イエズス会が先住民と暮らした、教会、南タイガ州産、ミゲウ、ダスミソエンス市最初にポルトガルとスペインのイエズス会が、訪れ、先住民をカトリックに改修した。 サンパウロ出身のバンデーランテスも同時期に入植した数十年にわたってポルトガル人とスペイン人は衝突を繰り返した。ポルトガル王はアゾレス諸島の入植者にブラジル南部に入植するよう促し1748年から1756年の間に6000人が移住した。18世紀後半にはポルトガル人はサンタカタリーナ州 南大ガ州で過半数を占めた。1905年の南部地域の地図。濃いピンクは、ドイツ人入植地サンタカタリーナ州のポメロデ市の、ポメラニア人の植民地1824年、最初のドイツ人入植者が到着し、サンデオポルドを建設した。独立直後のブラジル政府は入植者を歓迎し、ドイツ人の多くが農民となった。 以降の40年間で27,256人のドイツ人が南大河州に移住した1904年までに推定5万人のドイツ人が入植した。ブラジル政府はサンタカタリーナ州にはドイツ人を歓迎しなかったためハンブルク植民協会等が私的に移住した。これらの協会は田舎に集落を作る一方、ブルメナウやジョインビレのような大都市の発展にも 貢献した。パラナ州には内戦時代に多くのドイツ人が移住した。そのほとんどが南隣のサンタカタリーナ州出身やロシアに住むボルガドイツ人だった。1835年、南タイガ州とサンタカタリーナ州で共和党員が放棄し、ラガマフィン戦争が始まった。指導者はベント・ゴンサルベス・ダ・シルバとアントニオ・デ・サウザネトだった。 南タイガ州の主要産品のチャーキーがブラジルの市場に自由に輸入されるルグアイやアルゼンチンのそれと厳しい競争にさらされたのが原因だった。1839年、イタリアのジュゼッペ・ガリバルディが共和軍への援助を開始した。1845年、共和軍は帝国軍に降伏した。武道祭でイタリア系ブラジル人の女性と話すルイス・イナシオ。 ルーラー・ダ・シルバ元大統領1875年、イタリアからの入植が始まった。北部のベネト州を中心に、トレント自治県やロンバルディア州出身の小作人が土地を求めて移住するのがほとんどだった。彼らの多くはセラがウチャでブドウを育てた。1898年時点で、南タイガ州に30万人、サンタカタリーナ州に5万人、 パラナ州に3万人のイタリア系住民がいた。1914年に移住が終わるまでに約10万人のイタリア人が南部地域に移住した。今日では南部地域の35.9%にあたる970万人がイタリア人の子孫である。アネッタイ温帯に属する。年間平均気温は12節至22度で、山間部では雪が降る。 都市化率は82%と高く、クリチバやマリンガのように都市計画が有名な都市が多い。ブラジルの公用語であるポルトガル語は全域で話される。南部の田舎ではドイツ語やイタリア語の影響を受けた方言が用いられる。特にドイツ語、フンスリュッカ方言やベネット語、イタリア語、タリアン方言が多い。南タイガ州とクリチバにはイディッシュ語共同体がある。 パラナ州北部には日本語共同体がある。ポンタグロッサ周辺にはオランダ語共同体がある。パラナ州にはウクライナ語共同体やポーランド語共同体もある。南大ガ州には三畳紀の化石が多く、エクサエレトドンやスタウリコサウルス、グアイバサウルス、ウナイサウルス等が発見された。ありがとうございます。